れに今乗ってやってきました。小豆島です。なんか醤油の匂いがします、この辺ね。え、うん、醤油のなんかお店がいっぱいあるよ。いっぱいあるね、この辺、うん、醤油の里。そうなん、うん、ほら、醤油の本当だ、里、里通り。危ない危ない危ない。あ、うん、醤油ソフトって書いてあるよ。あ、すごいいいやん、ここ何？またでっかい船来たよ。そうだ、高松から来るのかな。あんまり人がいなかったら、うん、ほうきに乗るかもしれません。はい、あんまり人がいたら恥ずかしいのでやめときます。まだ9時36分なので空いてないかもしれません。景色綺麗かも今日。絶対青いし空が、うん、天気がいいからな。P P ほうき借りてきた。どこ行ったの？わかんない。ほうき借りてきました。おじさんとおばさん、ほうき持ってきました。ここに今から行きます。ギリシャ風車。合ってるこれ、道。すごいオリーブがいっぱい。オリーブがいっぱいです。イエーイ、あったあった、誰もいない。よいしょ、これですよ、ギリシャ風車。誰もいない間に飛んでみたいと思います。ギリシャ風車楽しかった。楽しかったな。うん。でも動画撮った？動画撮ってない。動画撮ってないね。メイキング動画を撮ればよかった。うん、気持ちのいいとこだな、うん。ギリシャ風車があります。これギリシャ風車っていうの？ギリシャ風車です。なんでギリシャな？なんかギリシャをモチーフに作った公園みたいで、だから向こうにちょっとギリシャ風の建物みたいなのもあるよ。そうなんだ、うん、オリーブいっぱいやな。いっぱいやな、うん、この辺全部オリーブなんですよ、すごい。お、見てほら、うん、こっちからかっこいい、うん、本当になんかアニメの世界みたいです、かわいい。見てここ、ほうき待ちの列。うわ、並ぶんだよ、ほう、ここでお待ちくださいって書いてある。ほうき返却。はい。ほうき返却です。
ここですね、ハーブショップコリコ。コリコ。コリコ。この坂いいね。いいね。正面に海が見えて。楽しいな。楽しい？楽しいわもう。足折れたかな。まさかあそこから飛んでこけるとは思わなかったわ。マジで合ってますか？合ってます。合ってますか？これまっすぐですか？多分あの正面突き当たりやと思うね。ここにね、山六勝院 50m 先って書いてある、うん、だからその正面の突き当たりやと思うね。出るんかけど、駐車場あるんでしょうか？醤油の樽がある、どうですか？なんかもうすでに醤油の味がしてるんだけど。醤油プリンって書いてある。本当だ。醤油の味がしてる、すごく。全部かける。お好み？多分これ甘いんじゃないかな、これかけると。そうな。かけました。かけました。どうですか？うん。甘くなりますか？ちょっとまろやかになったって感じかな。でもすごく醤油の味がする。欲しいですか？うん、これは醤油よりアイスクリームが勝ってるね。勝ってる、うん、アイスクリームだね、うん、醤油プリン、はい、欲しいよ。欲しいね、うん。素晴らしい。お、素晴らしいです。ここを先生が自転車で走ってたの。ああそうか。先生の名前は花子。全然。
名字だよ、名字。忘れた。何だった？大石先生。大石先生、うん、この辺っぽい。ぽいぽい。ここ入り口っぽいぽい。ほら。ぽいぽい。なんだあれは？あれはオリーブのリーゼント。違う。違うの？これは何でしょう？リーゼントの友達。ブッブー。本当の名前は？愛のモラード。なんじゃそりゃ。リーゼントの友達の方が分かりやすいと思うけど。分かりやすい？うん。本当は愛のボラード、うん、さっぱり芸術が分かりません。分からないな。結構広いよこれ、うん、結構広いね。入りますか、うん。ほんまにできた昔。昔はできた。ほら、できた。できた、できた。できた、できた。なんかこれも懐かしくない？これ。ほら、これカンカンで作らんかった？これこれ。これ。おじさん、おじさん荷物置いて本気だ、本気出しました。気がするよ。気がするよ、こけて。足グニってなるんじゃない、これ。これカンカンで作ったよね。これ絶対足グニってなるよ。ほら。ちょっとちっちゃすぎる。ちっちゃすぎます。令和なのに、もう令和なのにさ、もう令和なのに、うん、昭和の街並みに落ち着くの、ね、うん、これ絶対見たことありますよね。そんな昭和初期のこと知らんわ。これなんか見たことあるよ、どっかで。すごい。あ、なんか映画のセットみたい、かわいい。うん、あ、この切符売り場がかわいい。これ映画やってるんじゃない？わあ、なんか素敵。何屋さん？雑貨屋さん？遊びかな、これは。これはな、じゃんけんしてる。じゃんけんしてるな。うん、あ、お風呂かな、うん、なんという、なんという絶景のお風呂なんだ。さ、うん、お風呂みたいにな、うん、木の敷物があるもん。そうなんや。絶景だよ、このお風呂。なんか、海っていいな。海は癒されますね。今度は本物の文庫に行きます。文教場やった。文庫、文教場かな。文教場。
瀬戸内は穏やかでいいの。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 美味しそう。うん、なんかサクサク言ってるそれも。すごい綺麗です。結構つながってました。おばさんはもう寝る体勢に入ってます。船の種出ます。